青葉区にある仙台メディアテークが照明設備などの改修工事のため8月から休館することになりました仙台メディアテークは8月9日から10月末まで全館で休館し老朽化した照明設備などの改修工事を行いますこのため2階から4階にある市民図書館では休館の間臨時窓口を設け インターネットなどで予約を受け付け本の貸し出しを続けるということですまた青葉区錦ヶ丘にある仙台市天文台ではプラネタリウムの危機更新などのため今年12月29日から来年4月28日まで投影を休止しますなお展示室や大型望遠鏡などは通常通り使用できるということです